太宰府天満宮の献華祭は今日午前10時から始まり、華道の家元池の坊華道会らが参道を行進する三線の儀が行われました。その後本殿で献華の儀が行われ、池の坊の華道家2人が紅白の梅の花を生け神前に奉納しました。献華祭は毎年梅が見頃を迎える時期に華道の上達を願って行われていて、参加者は去年に引き続き新型コロナの収束を祈願していました。また太宰府天満宮の回廊には華道会による生け花の作品が明日まで展示されています。